中日は10日、地元の社会人チーム沖縄電力と今季初の実戦を迎えた。結果は8対8、打者陣がアピールしたとはいえ、投手陣は8失点。ファンにとってはやきもきさせる試合展開だった。近年、重大な怪我をして、長期離脱している投手を挙げてみる。長期離脱が確定となるトミー・ジョン手術経験者は以下の通り、田島慎二投手、木下雄介投手、梅津光大投手、岩崎翔投手、石川翔投手、ここにドラフト1位の草加翔投手が加わった。この後、さらに故障者が出てくるならば、投手陣崩壊の恐れすら出てきてしまう。編成面はマイナス面、不足の事態を備えて、準備する必要があるだろう。状況は現場だけじゃなく編成含めフロント再構築する必要があるんじゃないかな。道路は小さな負荷でも繰り返すことで痛む。人間の体は本人しかわからないのに、繰り返し負荷で無理してパンクする。立浪1年目と2年目にドラフトで投手の指名が少なかったことも、投手編成がいびつになった要因やろ。こうなると、ファームで投げる投手補強のトレードなんてありそう。情けないけど、昨年は根尾投手にあまり2軍での登板機会がなかったが今年は1軍、2軍でフル出場かもしれないね。編成が偏りすぎた結果、怪我人が出たら試合ができないという状況になってしまった。二遊間候補取りすぎ。戦力外のピッチャーを何人か獲得するかと思ったが、野手ばかり獲得した。大丈夫かと思ったが、大丈夫じゃなさそう。中日に怪我が多いにもかかわらず2軍の試合数が増えるならどこのチームもその分投手を増やさないとだね。ドラゴンズの問題ではなく、日本野球界の育成年代の問題だと思うよ。高校野球とか大学野球とかで酷使しすぎ。故障者が多ければペナントレースが厳しくなるのは常識。また試合数が多くなることも各球団平等の問題やろ。